はい、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 今日ですね、ピザ窯が使ってなかったんで、確かに久々に使おうかな、おやつを作ろうかなって。あ、いいね、優しい、優しいよ。で、一応室内で作って焼くのはこいつで焼く。おお。というわけで、事務所に来ましたが、おやつっていろいろまあレパートリーあると思うんですけど、今回は何を？今回はクリームチーズケーキを作ります。好きも。では材料の方紹介お願いします。はい、クリームチーズですね。これがないと始まらない。で、生クリーム。生クリーム、これがまあこの上の部分って言われた、クリームチーズの上の部分になる、ケーキの上の部分になるものがこのシーカーサーのシロップ、バニラエッセンス、バターですね。下に敷くタルトの部分、タルト、そうですね、下地の生地の部分ですね。なんか安倍氏がこのカントリーマンが美味しいって言ってたから、そう、そんなに美味しいんですよ。これそんなに美味しいの？1枚食べてみて、本当に超濃厚。富士りんご、富士りんごすごいでしょ。すごい、うまいでしょ。芳醇じゃない？めっちゃ香り高いよね、このカントリーマン。はやば、やばいでしょ、マジジャム食ってるんだよ。リンゴ味じゃないね、リンゴだね。そう、リンゴ本当に。バターももう負けてない。はめっちゃうまいんだけど、これ何？これ180円ぐらいで買えます。カントリーマンもおすすめなんですけど、ぜひこちらのロイヤルシリーズ買ってみてください。はめっちゃうまい、やばい。ぜひバターも。目覚めた、なんか。そうそう、これとコーヒーが合うんだよ、バターは。わかる？もうわかりてつやね、もう本当にもうぜひ食べてほしい、これ。今回ちょっと2種類作ろうかなって。今日ね、メンバーが俺、モーリー、つぐ、バンバン、阿部氏、いっぱいいる。俺、モーリー、つぐ、バンバン、阿部氏、5人いるから、1ホール、まあ浜ちゃんもユッシーも編集メンバーいるから、編集メンバーもね、多めにね。で、ジップロックにこのカントリーマームさんたちを、あ、そのために味を2種類買ったの。そうそうそう。ああ、めっちゃリンゴの匂いするな。開けた時にすごいんですよ、これ、リンゴ特に。ああ、すごい。ちなみにどっちが美味しかった？え、ポーズつけ方。どっちかな。どっちかな。どっちも好き。コーヒーとセットで出してくれるならバターでしょ。そうだね。そうそう。あ、リンゴかな、やっぱり。単品はリンゴ強いよね。リンゴ美味しかった。砕きすぎないぐらい。ちょっと質感が残るぐらい。そうそうそう、まばらぐらいで。ああ、いいね、いいね。ちょっとザクザクしてる方が絶対美味しいけど。よし。ちなみにこのタルト型は20センチのやつ使ってますね。20センチ型ですね。もしぜひ同じ材料で再現したいという方がいればね、カントリーマンロイヤルを買って1枚は食べて大丈夫です。そう、2袋は買ってください。2袋買って1枚食べてください。で、別にこれ今回僕ら石窯でやるだけで、実際オーブンでもできるし、レアチーズケーキの場合はちょっと上の部分だけ変えて、冷蔵庫で冷やすだけでできるかな。応用が効くと。そう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 。はい、すみません、ちょっとめっちゃ棒ミスしてしまった。生地にバター入れるの忘れてました。ああ、なるほど。いや、美味しいものを作るために何回でもやり直しましょう。すいません、30ぐらい。常温のままでいいんだ。ああ、常温のままで。まあこれが結構もうすぐ使えるやつだから、普通のあれ、これなんだろう、これね、これすごいよね。今チューブ式のバターってのが便利だな。そう、こういう感じでなじむぐらいで溶かして使ってください。はいはい、いいですね。じゃチーズね。はい、クリームチーズケーキなんだけにね、こいつがいないと始まらない、始まらないやつが出てきました。で、もうこれ室温に戻してるんで、もう柔らかいです。ほら、ムニムニしてる。本当だ、結構粘り気すごいね。まだちょっと溶けきってね。卵、チーズはまあ400グラム、クリームチーズ400グラム。400グラム。オッケー。あれの1個が200だから400と、これは卵が2個。2個。はい。チーズ200に対して卵1の。そう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 。だから1つだけ作るんだったら半分で作ってください。はい。薄力粉、砂糖。砂糖は100入ってます。はい。100。あ、そっか。2つ分で100だから。そう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 。だから1台作るんだったらまあ半量ですね。50で。50で。お、じゃあ一気に振ります。先に砂糖から。本当は卵と砂糖混ぜてた方が、おお、先にね、やりやすいっす。はい。じゃあ薄力粉ね。ふるいにかけながらか。もうそんなに量少ないから一気に。次生クリームです。生クリームもチーズと同じ分量です。なので今回400。ああ、色合いが一気に変わってきましたね。綺麗だね。これはバニラエッセンスです。香り付けです。好き。なんでシークワーサー？ちょっとでも沖縄感を出そうかなと。あ、じゃあ本来は別のもの入れるの？まあ普通はレモンとか入れるよね。ああ、レモン汁の香りか。あるし、やばいやつが来た。やばいやつが来た。何やっとる？来たー。わやおもり。何やっとるんこれ。やめろやめろ、ここが一番大事な部分や。やめろ。本当にやめろ。あれです。それけども来たね。おはよう。おはようございます。これ何、レーズン入ってるもしかして。あ、レーズンじゃないこれ。何これ？リンゴジャム漬けみたいなやつ。これこっちは。こっちはバター。こっちがいいかな。やめろ。後でだ。やめろ。はいじゃあいよいよこの作ったクリームチーズ。結構サラサラしてたっぽいけどもったりしてるから火入れたらもっといい感じ。とろみが出るね。はい上に。いいね。うわー、はい、2種類出来上がりましたね。もう大体ここまで見ただから大体何できるか分かる。あとはハンバーグなんか豆腐ハンバーグかじゃあそれでいこうね。もう今日はハンバーグ、豆腐ハンバーグだ。絶対ハンバーグだよね。おからも入れような。もうじゃあハンバーグとスパゲッティ、お好み焼き絶対そうだすぐ分かる。一発で来た瞬間ハンバーグ作り。こんなに具の入れてないお好み焼き出されたら多分店主と殴り合いですよというわけでいよいよ焼きの工程です。はい、そうです。焼く工程です。やっぱり時間かかるもんですね、はい、肌も焼けてるバンバンがお手伝いです。そうです。時給200円で雇ってもらってます。安いな。雇う人いっぱいいるはずよ。バンバンがミッキーになってる。あっ、ミッキーマウスだよ。にゃんちゅうだね。やん雑すぎだろこの設定。ちょっと透明に焼こうね。多分これで1時間ぐらいかな。1時間。結構焼くね。もっと焼いてほしいです。なんで42時間。はい、あれから1時間ぐらい。そうだね。今日の焼き色どうなってんのシリーズ。はあ、おお、やばっ、いい感じいい感じ。やばっ、これこれインスタのアカウント作りたくなる色してる。結構じゃもう焼けてるな。やばくない？いい感じだ。お店で見るやつさ。ああ、これ余ったやつね。あ、匂いで誘われたあれ。一番危険な人物がいた。美味しそうだなと思って。なんかいい匂いする。ちゃんとちょっと後で分けるから。今はバレないで。音楽。何？撮影用はどれ？全部だ。おとなしくしてください。ちょっとこれを粗熱取って、はい、冷蔵庫で冷やします。はい。はい。はい。チーズケーキ。すごい。色が違う。そう。色が違う。え？あ、多分バンバンさん的には遠回しにお前焼きムラついてるぞ、まだまだだよっていう。ここのそう表面のね。表面の話。感想がウケる。みんなツボっていうバンバンリアルだからでも浜ちゃんこれ無人島とかで3日続いたら死に殺したくなるからイライラしてる、こんなに言うなバンバン喋らんくなるもん。俺それで「あ、じゃあもう俺喋れません」って言ったんですよ。喋れやって次はそしたらコメントでバンバンに冷たいってどうしたらいいかないのよ。あ、やべ。でも俺自分で動画見直したんすよ。マジで自分で喋ってたと恥ずかしくなって後から後悔そうだから極力いい言葉だけを選択して。いいですか。今のままでいいよ。今のことはみんなが言うから。俺これで30代になったらマジで怖いんすよ。慣れた方がいいよ。ちなみにこのチーズケーキ2つあるんですけど何も言わず食べてもらった方がいいそうですね。はい、じゃあまずじゃあ何も言わん。違うんだ。何も言わんか。違いに気づいてくださいぜひ。あ、音がない。もう口に出るまで待っといて。音がない。音があるチーズケーキと音がないチーズケーキって分からんけど。モーリーがつまいてチーズケーキの感想をグルダムに書いてほしい。音がないって。すみません、このチーズケーキちょっと音が出ないんですけど、サクミカスのかなと思ったんですけど、サクミカス、なんかサクミカスって336さんが何にミカスって言うから、なんかチンミカスとか言うじゃないですか。そう、やっぱり先輩の背中を見て学ぶじゃないですか、神戸って。はい、行きましょうか。ちょっと種類別に分けてるからさ、こっちとか誰から行く？好きな、好きな戦略図みたい。俺たちはもう分かるから、違いが最後に食べる。多いね、三国無双みたいになってるね。一種類ずつこっち側、こっち側から行きましょう。画面の右半分から皆さん一斉に行ってもらいます。いただきます。これ食べたいけど、これ絶対取りにくいじゃん。絶対手がいい。いただきます。冷たい。いただきます。何ですか冷たって。冷蔵してたって言ったじゃん。俺分かった。はい。リンゴジュース。お、美味しい。ハイチュウ。リンゴの味。ハイチュウの味です。うん。ハイチュウっぽい。ハイチュウじゃない。ハイチュウ入れた。ほうほう。あ、そんな感じなんだね。ハイチュウの。ハイチュウの青リンゴの、青リンゴの味がする。あ、なるほど。共通点今リンゴか。美味しい。まあまあよ、食べて。あ、味は保証する。え、匂いが全然違う。でしょ？匂いが全然違う。じゃあこれ何の味ってなってる？どっちも。下の生地がこれカントリーマンムを使ってます。すげえ。この下のこれカントリーマンムです全部。カントリーマンムロイヤルっていうなんかちょっとお高めのカントリーマンムだったんですよ。プレミアム版のシティマム。そうシティマム。シティマム。カントリーじゃない田舎じゃない。そうそう。この上のチーズの部分を生かしてる下の生地が。やっぱりこっちはリンゴがね強くてね、アップルパイってみんな言ってたように。純粋にチーズケーキはここ。フルーツ系のチーズケーキって感じ。そうそう純正あって。そう純正これ。とってもうまいマジで。見た目わからん。うん見た目わからない。リンゴもうまいなでも。食べてないな。え？食べてないな。美味しい。そこお腹いっぱい。ワクターとか。ワクターとだもんね。美味しいし。なんかボットも。俺に振るなっていう。ちなみにこれどちらも最寄りのスーパー、まあうちらは三栄っていう沖縄の慣れ親しんだスーパーで買ったんですけど、1袋7枚入りで価格的に200円ぐらいなんで、気になった方はぜひこれ食べてみて、気に入ったらそのままお菓子に応用してくれればね。今回はピザ窯でチーズケーキを焼いてくれました。チーズケーキご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。